こんにちは。今日もおやつを食べつつお茶を飲みつつ刺し子をしながらのんびりおしゃべり動画を撮っていきたいと思います。ちょっとねお久しぶりのおしゃべり動画になってしまっているんですけれども、なんか最近そんなことばっかり言っているような気がしないでもないんですけれども、8月がねちょっと忙しくて YouTube がね全然撮れなかったので、8月は動画もアップできずライブもできずっていう感じだったんだけど、9月は、おしゃべり動画をね、今振り返ってみたら9月おしゃべり動画撮ってなくて、でセリアの刺し子付近もね新しいのが出たよっていうののちょっと購入品紹介、新柄紹介みたいなのをねちょっとね立て続けに2本出したんだけれども、9月はその2本だけだったかな。でちょっとねライブ配信もできず、なんだかんだでもう10月になりましたけれども、なんかね急に涼しくなってきたりしたから、皆さん季節が変わってしまいましたけれども、いかがお過ごしだったでしょうか。お元気にしていましたか。はい、でね、今刺してるのがねセリアの刺し子付近のゴマです。この動画の2個前の動画でね紹介してるこの伝統柄スリーズワン入りの、この柄です。ちょっとこれね、このちょっとこうお花っぽい、かわいいでしょ、かわいい柄でしょ。このゴマをね今刺しているところなんですけれども、斜めラインをね刺していこうかなと思うので、ちょっとせっかくだから斜め刺してる間に口が暇なのでおしゃべり動画撮ろうかなっていう感じでやってます。はい、で今使ってる糸がこのオリンパスさんの刺し子スレッド 100m のシリーズですね。これの127番、ちょっとグレーがかった色かな、だいぶね秋っぽい色かなと思うんですけれども、これを使ってます。一応ねこの柄がねゴマっていう柄なので、最初はね黒ゴマのイメージで黒い糸で刺そうかなと思ってたんだけど、黒だとちょっと重たい感じになるかなと思って、それでなんか黒ごまラテとかのイメージだったら灰色かなと思ったので、ちょっとこんな色味にしてみましたけど、まあ秋っぽくていいかなって思ってます。ちょっとね裏は今こんな感じでチョン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 っていう風になってるんですけれども、この間ね、土曜日だったかな、先週の土曜日にちょっとインスタライブをねやったの、気まぐれインスタライブをやったんですけど、私インスタライブはなんかコラボとかねする時とかだったらちゃんと日付決めてやるけど、インスタのライブは結構気まぐれでやることが多くて、なんか今この時間ちょっと空いたからライブしよっかな、せっかく今なんか暇だし誰か相手してくれないかなみたいな感じでインスタライブねすることが多いので、気まぐれでやることが多いんだけれども、この間の土曜日もねちょっと気まぐれでライブ配信して、でその時にねこのセリアのゴマの縦ラインを必死で刺すっていうインスタライブをしてたんですけれども、皆さんに見守っていただきながら縦ラインがねちょっと進んだかなっていう感じだったんですが、本当はね斜めラインもすぐ終わらせたいなって思ってたんだけど、まだ本当斜め始めたばっかりっていう感じです。この間のねインスタライブもねすごく久しぶりの方もいらっしゃったりしてね、来てくださった方本当にありがとうございました。皆さんがねいろいろコメントね打ってくださったのでお話ができてね楽しかったです。ありがとうございます。やっぱねライブ配信はねみんなとこう交流できるのが楽しいよね。あとねおしゃべり動画もね結構
皆さんがいろいろコメント書いてくださるので、なんかねそれがみんなと文通してるような感じでね、私は楽しいのでね、あのなんかおしゃべり動画はねアップするとコメントがねいつも楽しいんだけれども、コメントくださる方ね本当いつもありがとうございます。 YouTube のねライブ配信もね楽しいからね、またできたらいいなとは思うんだけれども、ちょっとね10月はなんかバタバタしそうなので、ちょっと10月のライブ配信は厳しいかな。11月はできるかな、どうかなっていうところなんですけれども、ちょっとね YouTube のライブはなんかきちんとしたいっていうのがあるから、インスタの方だったらなんかゆるっと気まぐれライブ配信するかもなっていう感じです。もしねインスタのアカウントお持ちの方いらっしゃったら、ぜひフォローしていただけたらなというふうには思うんですけれども、あとねあの気づいてる方がいらっしゃるから、のいつものおしゃべり動画とちょっと違う画角で撮ってみてるんですけれども、あの上から撮ってみるとどうかなっていうのをちょっと今ね試しでやってみているのですが、今一個気づいたことといえば、いつもはこのちょっとこうなんていうの、横から斜め後ろぐらいからこう俯瞰して撮るような感じで撮ってるので、私カメラで確認しながらおしゃべり動画撮影してるんですけど、自分でカメラの画角を時々調整、あの見ながらねどんな風に映ってるかっていうのを見ながらなんだけど、今ここの上から撮ってて、私机に座ってるんで完全にどんな風に撮影されてるかが画角見えない状態で撮ってるから、ちょっと途中ねカメラをちょっと覗き込んだりはしてるんですけれども、だからなんかはみ出てたりするかもしれないんですけれども、どうかな。まあ、私このねおしゃべり動画はあのいつもねあの話してるんですけど、こう ラジオ感覚でみんながあの手芸しながらなんか作業 BGM 代わりに聞いてもらえたらいいなっていうあの思いでもう前からね撮ってるので、大体の方が音声聞きながら、なんかねよく言われるのがね、あの家事しながらイヤホンで聞いてますっていう方もいらっしゃって、だから意外とあんまり見てないかなっていうのもあるから、あんまり画角気にしなくてもいいかもしれないんだけど、 もしかしたら上から撮った方がこの手元が見やすかったりするかしら、どうかしらと思ってちょっと試してみてはいるんですけれども、はい、なのでちょっとねいつもと この辺の雰囲気が違うかなと思うんだけれども、何かお気づきの点があれば書いていただけると嬉しいです。なんか どっちでもいいよとかかもしれないし、前のあの猫ちゃんがいる方がいいっていうのがあるかもしれないしね、ちょっと今回はムーミンに友情出演していただいているんですけれども、はい、そんなところです。ね、今日のおやつはねこれ、ローソンで買ってきました。買ってきたっていうか、私話したことあるかな、ローソンで D ポイントをね、私ポイント結構貯めてるんだけど、ポイ活ってご存知ですか？なんかポイント活動の略かな、ポイ活って。結構 メジャーだからポイ活で伝わるかなと思うんですけど、私昔からポイ活してて、なんか D ポイントをそのローソンの新商品と交換するっていうシステムがあるんですよ。例えば、普通に D ポイント100ポイントあったら、なんか薬局とかで使えるところとかもあるじゃん。で、薬局で使うと100円分のポイントとしてその D ポイント100円消費しちゃうんだけど、ローソンのアプリでなんか新商品と交換するみたいな ポイントのそういうシステムがあるんだけど、そうすると100円、D ポイント100ポイントで200円の新商品と交換できるみたいなのが結構あるのね。で、それがそのクーポンが配布されるのがだいたい火曜日と金曜日に更新されるんですけれども、それで今回このね紅はるかかな、このなんかちょっと新しい多分スイーツかな、これがねそのポイントで交換できて、ちょっといくらのポイントだったか忘れちゃったので、ちょっとポイントが何ポイントだったかちょっと忘れちゃったんだけど、とにかく、半額ぐらいの金額分のポイントで交換できるっていうシステムがあって、私それにねもうずっとハマってて、
まあ毎週ってわけじゃないんだけど、その気が向けばね、ローソン行く機会があれば、その時に、D ポイント使って新商品とこの交換するっていうのをやってるんだけど、ローソンさんのその D ポイントの利用してる方いらっしゃいますかね、ご存知の方いるかな。そうなので、これもちょっとねお得にクーポンで買えてきたっていう感じなんですけどね。私クレジットカードを使う時に、そのクレジットカードでポイントが貯まるじゃん。でそのクレジットカードで貯めたポイントも D ポイントに交換するし、あとねアンケートとか、モニターサイトみたいな、そうポイ活のなんか主婦の方がよくやってる、そういうのあるじゃん、ポイ活のなんていうのかな、ポイ活のサイト、それはねすごい昔から、学生の時からやってるかな、もう何年もやってるんだけど、それでアンケートとかに答えて細々と貯めコツコツ貯めたそのポイントも全部 D ポイントに交換してるんで、それでねローソンさんでお得になんかおやつ買ったり、アイスと交換したりとかねしてるんだけど、そう私もそれ、これ知ったのいつかな、 4,5 年ぐらい前だったかな、全然知らずに普通にねローソンのレジで買い物した時に D ポイント30ポイント使ってくださいとかこう言うじゃん、ポイント、値引きするために。で普段よくそのポイント値引きしてもらってたんだけど、たまたまその時にいたローソンのレジのおばちゃんがなんか普通にポイント使ったらもったいないですよって言ってくれて、実はこういうシステムがあってみたいな、その100ポイント100円じゃなくてこのクーポン使うと100ポイントで200円の新商品と交換できたりしますよみたいな、だからこっちの方が断然お得ですよって、そのローソンのねレジのおばちゃんが教えてくれたおかげで、私はその時初めてローソンのそのシステム、会員システムっていうのかな、 D ポイントでいろんな商品がお試しできるっていうのを知ったんで、そっからがね私のなんかその ローソンでポイ活するのきっかけになったんですけれども、そう考えたらさ、あの時に私にのレジを担当してくれたあのおばちゃんありがとうって感じなんだけど、それ知らなかったら私普通にあの貴重な100ポイントをただ100円としてあのレジで消費するだけだったからさ、すごいありがたいなと思って、そっから結構ハマって、そのいろいろねクレジットカードやら何やらで貯めた D ポイントを全部ローソンさんのこの新商品のクーポンでね使ったりするんだけど、あそうそう、これ今回紅はるかっていうこのまあ新商品なのかな、このお芋のものを買ってきたけど、あのほら一時期さ去年ぐらいみんながさハマってたさ、あのバッカストラミーのチョコレートがあるじゃないですか、すごい話題になってた、そうさ、あのちょっとお酒が入ってるあれもね今回その D ポイントの対象でクーポン出てたんだけど、そのクーポンがね争奪戦なんだよね、朝7時に配布されるの、だから朝7時からみんなそのクーポンの予約取るからさ、ほとんど残ってないんだよね昼間に見たら。そう私朝7時そんなシャキッと起きてないからさでクーポンねちょっとバッカストラミーのクーポンは逃してしまったんですけれどもね、そんな時期だね、早いね。あとねこの芋で思い出したんだけど、7月かなに YouTube でライブ配信した時になんか焼き芋の話になって、で、さつまいもを炊飯器でふかしますっていう、なんか焼き芋作ってますっていうね教えてもらって、私それからね焼き芋にハマってますこの話したかな、多分ねインスタの投稿ではちょっと話したと思うんだけど、 YouTube で話してないような気がする、どうだったかな。そうハマってるのは調べたのね、炊飯器さつまいも炊飯器焼き芋で検索したかな、 Google かなんかで。そしたらね超簡単なの、もう炊飯器にさつまいも入れて水を 200cc 私は入れてるかなだけ、さつまいもも 2,3 本入れて炊飯器の釜に入れて、で炊飯ボタンポチって押して
ただ炊飯するだけ。そしたらなんかいい感じで、あのこういうスイーティーな焼き芋が、あの蒸し焼きされた焼き芋って言わないか、だから、まあ、さつまいも蒸したものがね出来上がるんだけど、そうで夏の時はそれを、すぐ食べるの、一本はすぐ食べて残りは冷蔵庫に冷やしておいて次の日食べたりとか、あとバニラアイスを乗せて食べたりとかしたらすごく美味しかったです。でまあね、今ね、なんていうのかな、秋だからさ、こういうさつまいものスイーツが食べたい季節じゃないですか。でそのね、炊飯器でポチってするだけだからめちゃくちゃ簡単なので、よかったら皆さんもやってみてください。ハマります。私もハマってもう何回もねそれやってるんだけれどもまた秋になったらまた違う感じで楽しめるかなとも思います。私これてっきりねお芋が入ってると思ってたんだけれども、撮影が終わって中を開けてみたらね、ちょっとちっちゃい容器みたいなのが入ってて、そこにプリンみたいな羊羹みたいなねスイーツが入っていました。そういう感じのおやつでした。多分ね9月ぐらいだったかな、インスタライブ、9月にもね気まぐれでインスタライブしたんだけど、ね、その時めちゃくちゃ部屋が暑くって、なんか携帯が熱暴走を起こしちゃって、ライブしてる途中になんか携帯がもう熱くなっちゃって、あの強制終了しちゃったんだよね。だからちょっと9月に気まぐれでやったライブ配信はあのアーカイブが残ってないので、あの時ね来てくれてた方何人いらっしゃったかな、もう本当奇跡的なライブ配信だったんだけど、その時にねちょっと紹介したんだけど、あのまあそのセリアの刺し子付近買ったよっていう話の流れからちょっとセリアで買ったものを紹介してたから、今ここでもちょっと紹介するね。これ興味のある方が何人いらっしゃるかわからないんだけど、これ買いました、あのセリアで、カレンダー、卓上カレンダーなんですけれども、私さ結構あのインスタ、YouTube ライブする時かな、一粒万倍日の話よくするじゃん。私 YouTube のライブする時はなるべく一粒万倍日を狙ってやってるんだけれども、一粒万倍日ってここにも書いてるんだけど、こう蒔いた種一粒のもみが万倍にも膨れ上がる、すごいラッキー開運デーって言われてる日になるんです。もし興味ある方はね一粒万倍日って検索してもらうといいかなと思うんだけど、そうだからこの日になんかやったちょっとした努力とかが万倍にもなって後から実りますよって言われる日になってるんで、だから私はね YouTube ライブするときはなるべくその日を狙ってやろうって思ってるんだけど、なんかそうすることでなんかあのちょっとね頑張ってやったライブ配信がたくさんの方に見てもらえたりとか、なんかみんなとのこう交流の場、それがこう友達がたくさん増える日みたいな感覚で私はやってるんだけれども、なんかそういうの、この一粒万倍日ってどうやって決まってるのかな、ちょっとどうやって決まってるかわかんないんだけど、誰にとってもいい日なんです。最近はね宝くじ売り場とかにも行ったら一粒万倍日ですって書いてたりするんだけどね、それを私はいつもねネットで検索して、今月の一粒万倍日いつかなって検索した上で自分の、冷蔵庫に貼ってるカレンダーに書き込んでたんですけど、なんとこのセリアさんで売ってたカレンダーではもうこんな感じで一粒万倍日がいつかっていうのがね書かれてるカレンダー見つけて、しかも大安とか仏滅がいつかっていうのも書いてあるから、一粒万倍日かつ大安の日をなるべく狙いたいなと私は思ってるんだけど、そうなんかなんていうのかな、いつでもいいと思ってたらさライブ配信もなかなかできなかったりするんだけど、あこの日が一粒万倍日だったらちょっとライブ頑張ろうかなとかさ、まあ私は YouTube ライブの話でしてるけど、私ね今やってるインスタのアカウントも昔使ってたアカウントから新しいアカウントに変えたの、今使ってるアカウントって。で その時も一粒万倍日の時に新しいアカウントに変えたんだけど、なんかそういうなんか自分が何かをやろうっていう時の後押しになるから一粒万倍日とかって、まあお好きな方はねこういう何て言うのかな、開運とかさ
金運とか私結構そういう弦を担ぐというか、なんか 運気に左右されるっていうとちょっとあれなんだけど、開運とかすごい好きだからね、スピリチュアル的なことも好きだし、うん、なんかあと星読みとかも好きだから、あの月の満ち欠けとかもちょっと意識したりはするんだけれども、そういうのがお好きな方がいらっしゃればと思って、でちなみにこれ一粒万倍日と虎の日っていうのも書いてあるんだけど、虎の日っていうのは虎ってあの毛並みが金色じゃないですか、だから金運の動物って言われてるんだけど、だから虎の日で、虎ってなんかすごい千里を行って戻ってくる動物なのかな、なんかすごい長い距離も走れるっていうか、でちゃんと戻ってこれるっていう言い伝えなのかな、 なんかそんなのみたいな気がするんだけど、だから虎の日にお金の支払いとかしても、まあ、金色の金運だから金運にもいい日だし、虎の日に使ったお金はまた戻ってくるみたいなのを何かで見て、私はお金の支払いする時とかは虎の日にしようと思ってるので、ちょっとそういうのも意識してるから、虎の日が分かってるとなんかこの日の前後で支払いがあるときは虎の日にしようかなとかできるからいいなと思ってて、あとね天赦日とか天赦日とか言われたりするんだけど、これは天が許す日って言って、なんか天が、ま、何事も、許してくれるみたいな日になるので、すごくなんか縁起がいい日って言われてて、結構ねこの日に入籍したりとか結婚式あげたりとかする方もね、あ結婚式あげるのはなかなか難しいかな、天赦日がねたまたま土日に重なるとは限らないからあれなんだけど、そうそう、でこの虎の日と天赦日と一粒万倍日が分かるカレンダーっていうのをセリアで見つけて、いやこれめっちゃいいじゃんと思って買ってきたんだけど、興味ある方いるかな、ちょっと一応バーコード載せとこうか、はい、一応こんな感じで、興味があればスクショタイムでございますけれどもそうテリアでね買ったのはこのカレンダーと、なんかねこれインスタライブこの間ね、その気まぐれでした後にダイソーにもこんなの売ってたよっていうね情報もねあったんですけれども、一応私はセリアで買ってきました。でちょっといろいろね書き込めたりもするから、ご家族の予定とかね、子供さんの行事とか書いたりとか、お友達の誕生日とかね書き込めたりもするし、卓上タイプなのでね、まあ、これを見ながらちょっと2025年ライブ配信いつしようかなとか、これを見つつね決めようかなと思ってはいるんですけど、一応ちょっとカレンダーの紹介ね。あとねもう一個なんか手芸コーナーにあったんだけど、これセミハンドメイドのベースにっていうので、要は巾着袋なんだけど、これにまあ刺繍の図案とか描いたりとか刺し子の模様とかを描いて自分で刺していったらオリジナルのその巾着を作れるよみたいな感じ。もちろんね好きな布とか好きな柄のものに刺繍してそれで巾着に仕立てるでもねもちろんいいんだけど、私みたいに仕立てるのがめんどくさいわっていう方とかはすごく便利でいいかなと思って、あこれもね一応はいバーコードねスクショタイムですけれども、はいバーコード載せておきます。サイズがね 18×16 だから どれぐらいだろうね、なんかそうここに歯磨きのコップ乗ってるから、お子さん幼稚園で持っていくコップ入れとかにちょうどいいのかな、どうなんだろう。とまあ私はなんかお菓子入れたりするのにいいかなと思ったり、旅行行く時とかの充電器入れとか、パソコンの充電器とか入れるのにちょうどいいサイズ感かなとは思ってるんだけど、それでキャンバス地っていうのかな、平織りの結構粗めの感じなので目が詰まってないから、刺し子もねさっきねちょっとこう針をこう刺してみたらすごく刺しやすい感じだったので、5ミリ方眼のねドットとかをてんてんてんって書いて、皆さんが お好きであろう柿の花とか十字花刺しの模様とかをちょこっと刺しても
可愛いかなと思うし、あの刺繍好きな方だったらね、好きな作家さんの、樋口由美子さんとかアンナス先生とかの図案書いて、そこにちょっとね差し子したりとか、好きなキャラクターの例えばムーミン好きとかさ、スヌーピー好きとかだったら、ちょっとそういうのもね刺繍しても楽しいかなと思ったので、一応こういうのが言ってましたので、セリアさんで買ってきてみたんですけれども、ちょこっと紹介しようかなと思いました。今ね斜めこんな感じで、ちょっとね刺してるところではあるんですけど、斜めラインね、同じ方向でずっと刺し続けたいっていう方ももちろんいらっしゃると思うし、私はねこう斜め刺してきて、今ここの角のところにぶつかってこっちにこう来てこうやってるんだけど、伝わったかな、ここからスタートして左上から右下で、右下から左上で、左上から右下で、ここ3列だからね、1、2、3、あたたたすいません、1、2、3って刺して、で、この下のところに移るんじゃなくて、ここ壁にぶつかってこっちに進んでるの今で、また1、2、3本刺して、でここの斜めのところから1、2、3っていう風にしていこうと思ってるんだけど、なんかこれ感覚的に なんていうのかな、ゲームとかでさあるじゃん、ホッケーするみたいな感じだよね、こう壁にぶつかってシュッシュッシュッみたいな、インベーダーゲームとか言うかな、こうシュッ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 みたいな感じでやってるんですけど、このなんかゲーム感覚でやるのがね私楽しいから、あとなんていうのかな、なるべく糸を切りたくないっていうのがあるので、糸が続く限りはこの斜めをとにかく進めたいっていうのがあるので、ちょっとそんな感じでやってるんですけれども、まあ引き続きねこれ斜めはあとまた集中して必死でやろうかなと思うんだけど、あと最近おしゃべり動画で刺してた刺し子布巾を紹介したかどうかがちょっと記憶が怪しくて、これは紹介したよね多分、刺し子のサナノンさんのお花の寄せ模様だったかな、これねこの間この間もだいぶ前か、春ぐらいか、刺し子のサナノンさんのノンさんとねコラボライブ、インスタライブした時に刺してたもので、多分これ見せたかな YouTube で、どうだったかな、ちょっと完成したよって見せたんだったかどうかの記憶が今怪しくて一応持ってきたけど、でその後に刺してたこのミモザ、これは多分紹介できてないような気がしたから今ちょっと紹介してるんですけれども、おしゃべり動画で撮ってたっけな、ミモザこれね、インスタの方にはもう写真アップしてるので、インスタグラムでね見てくださった方はありがとうございます。ちょっとこのミックスの糸を、これキットもね、そのサナノさんの、あこれも刺し子のサナノさんのミモザだったんだけど、キットに入ってる糸を使って、あとねこの黄色の、画面越しに見えるかな、これ細糸でオリンパスさんの細玉、あ持ってくればよかった、ちょっとあっちの部屋に置いてきちゃった、黄色の細玉を使ってね刺したんだけれども、ミモザってね黄色のイメージだからさ、ちょっとこの辺とかにも黄色を使って、あこれ上からの画角だとちょっとこういう大きな布巾があんまり映らないね全体で、ちょっとこれは反省点だね、いつもの画角とちょっと見えづらいかもしれないけど、こんな感じで刺しました。でこれもインスタの方には投稿してたんだけど、刺し子のサナノンさんたちがね無料で配布してた菊の花っていう図案なんだけれども、これもちょっとミルクティーに入らないように気をつけて、はい、ここがね鞘形の部分になるので、ちょっとねインスタの方にも書いたんだけど、昔ね私の祖母が刺した刺し子布巾で鞘形の紺色の刺し子布巾があったんだけど、それがそうそう鞘形で紺色だったから、それの真似をしてね私もちょっとここの鞘形の部分は紺色にしたんだけど、でここの中のお花の部分はミックスの糸を使ってるんだけど、これはオリンパスさんの、ソメマルシェ、ちょっとね2月ぐらいに動画アップしてるんだけど、このオリンパさんのソメマルシェを使って糸を染めるっていう動画をね多分今年の2月ぐらいだったかな、ちょっと古い動画になるんだけど、その時にね紹介してたこの糸、自分で染めた
糸を使ってここ刺しました。なんかさ、自分で染めた糸だからなんか使うのもったいないとか思ってて、すごく大事に取って置いたんだけど、いやいや使わない方がもったいないじゃんと思ってそうそう、で何に使おうかなってすごく迷ってたんだけど、この菊の花がまあ菊だから紫とか赤とかもあるし、まあ、黄色もね悩んだんだけど、菊の花って言われたら黄色とかね白もちょっとイメージがあるけど、まあ今回ねこのミックスの糸を使って、で結構ねちょこっとまだ残ってるので何か他のに使おうかなと思うんだけど、よかったらオリンパスさんの染めもあるしね、気になる方は赤い欄にねその2月に撮影した時の動画のリンク貼ってるので、よかったら見てください。その時にね染めた糸もねまだ使わずに大事に取っておいてるのでね、あとさらしもねちょっとその染めマルシェで染めた時のペン先みたいなのをバケツで洗った時の水でねちょっと染めたので、あそれもねその2月に撮った動画で詳しく紹介してるから、よかったら見てもらえたらな。これもちょっとねまだ使えずに撮ってるので何に使おうかなっていうところなんですけれども、はい、そんな感じで、あーちょっとどうだったかな、喋りすぎちゃったかな、この後編集するのでどうなるかわからないんだけれども、はい、お久しぶりのおしゃべり動画になりましたが、お付き合いいただきどうもありがとうございましたよかったらね、また何かこの画角のことだったりとか気づきがありましたら教えてください。あとね、まあ久しぶりになっちゃったけど秋だからね、皆さん秋の夜長っていうかさ、今年の秋は〇〇の秋、皆さんどんな秋にしますか？まあ私はね毎年言ってるんだけど、勝手に手芸の秋と私は毎回呼んでるんですけれども、まあ芸術の秋に近いかな、感覚的にはちょっと芸術の秋で手芸の秋を楽しんでいこうかなとも思うし、もしかしたらね読書の秋とかスポーツの秋とか何かね新しいこと始められる方もいらっしゃるかもしれないしね、またね皆さんの近況などお聞かせいただけると嬉しいです。最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。